ブラディミル・ペトコビッチは、ボスニア系スイス人の元サッカー選手、サッカー指導者、全スイス代表監督。旧ユーゴスラビアのサラエボ出身で、ボスニア・ヘルツェゴビノの他にスイスと、クロアチア国籍を有している。ユーゴスラビアでデビューした後、24歳で、スイスに渡り、2部リーグを中心に、サッカー選手としてのキャリアを送った。 1997年に指導者としてデビューすると、2007から2008シーズンにおいて A C ・ベッリンツオーナーを一部昇格に導いた手腕を評価され、翌シーズン中にヤングボーイズの監督に途中、就任した。同シーズン及び2009から2010シーズンにおいて2年連続で2位となり、名が知られるようになる。2012から2013シーズンにより、 イタリアセリエのラツヨ監督に就任。ラツヨ SD のイグリタールからは、野心とクオリティを持った監督であると評価を受けた。2013年12月23日、2014FIFA フフ、ワールドカップ後からスイス代表の監督に就任することが発表された。その後、UEFA ユーロ2016、2018FIFA フフ、ワールドカップ、UEFA ユーロ2020などの、 本大会出場に導き、2021年7月に退任した。2021年7月27日、FC ジロンダンボルドー監督に就任。監督として選手とのコミュニケーションを重要視し、スイス代表では多様な国をルーツに持つ選手たちを得意の語学によってまとめた。話せる言葉は母国語のボスニア語をはじめ、イタリア語、フランス語、英語。 スペイン語、ドイツ語、ロシア語と多岐にわたる。ありがとうございます。